どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ、インチキドローをね使い倒していきましょう。もう使えることはあんまりなくなってきそうなんで、このスキルインチキドローっていうスキルね、このスキルこれ、これ今レベル5以上のモンスターがとか書いてあるけど、これレベル7以上に修正されまして、でデュエル中1回しか使えないっていう、5輪中されるんでこのスキルも一応なんで、今日はちょっと、脱法で最後のイタチの最後っぺでちょっと最後インチキドローしてえなってちょっと思って、なんでインチキドローしていきましょう。デッキの大元のギミックはディスコードのメンバーから教えていただいたギミックなんですけども、砂人の悪霊ね、これナオハゲさん、これ強いじゃないですか。でこれレベル6じゃないですか。だからインチキドロー、今の脱法インチだったらいけんですよ。だからこれを毎ターン打ちてえと思って、今日はこのよみがえると、砂人で毎ターン全部突破するっていう、こいつの効果ね、こいつの効果は、召喚リバースした時にスピリットなんだけど、全部フィールドの表側表示のモンスターを全部破壊するよっていうことを持ってるんで、こいつの全部突破効果をそのよみがえるで毎ターン使うっていう、まあちょっとロマン構築なとはあるんだけど、これを使っていきます今日はね。このギミックがメインで、一応レベル6なんで、ネオスもレベル7だしね、こういうモンスターを戦闘破壊されて、あとバジラとかこういうモンスターを戦闘破壊してもらって2ドローしてアドバンテージを稼いでいくっていう、まあ、そういう感じのデッキとなってます。で、ギミックね、蘇りでやっぱり落とす、方法として、リンクス流オロマイは、ネオスフュージョンなんで、これをぶち込んでいくと。でネオスフュージョンと相性がいいカードだったら何入れてもいいんだけど、タスケルトンとかでもいいんだけど、例えばですね、これね、ムーンライトクリモゾンフォックスとか、あとよみがえるはもちろんだし、あとバルブとかね、これバルブとかも相性がいいですね。これ入れてたこともありました。これあった方がいい時もあるんだけど、別になくてもいけるっていう時もあるから難しい採用が、あんまり入れすぎるとこういうのばっかり来ちゃうんで、これをちょっとお好みで採用していただくっていう感じでしょうか。であとこれね、グローアップブルーム、このモンスターは墓地を送られるとデッキからアンデッド族を手札に加えることができるんで、除外するとだから、これを持っておれるんですよノハゲを。これ強くて、一応2枚目のフュージョンでこれ送って砂人持ってくるとかもたまにやるんで、だからこれ入れてますけど、バルブとかでもいいかなと思いますね。はい、3積みしてるんで。ということで、早速ね、インチキドローに合唱しながらインチキ、読み砂人ぶっぱ決めていきましょう。決まるとね超気持ちいいんだよこれ。デュエルデュエルだぜ、行くぜパンドラ選手よ。これが使い納めだぜ、使い納めだ。最後に存分インチキがドローしてやるぜ。オラオラ、一応これ守備でいいかな。でこれ出すっていう選択肢もあんのか、セットっていう選択肢もあんのか。いやでもさすがにこれは次のターンでいいな、次のターンで良さそう。2体選んでね、ちょっとターン終了ですねこれね。ちょっと難しいですけど、悪夢のショーとかなのかな、悪夢のショーとかなんじゃないかなっていう気はするけど、一応多分ネオスが硬いんでそこそこ強いんじゃないかと思うんだが、セットはあ、なるほど、ロット、マーキングじゃなかったよな、あれなんだこれ、あれかな、なんだっけ、2000減ったらなんかブラックマジック持ってくるやつ、スキル名忘れたあれかな、どうちゃらこうちゃらなんちゃらっていうスキルだと思います多分。サウザンドナイフ強っ、サウザンドナイフ強っ、やっぱ最強。まずいな、ネオスはな効果では破壊されねえんだけどな、いいだろう、サウザンドナイフいいだろう、そこまで許してやろう。ちょっとジンがちょっとかなりめんどくさいんで、エネコンとか強いだろそれは、ちょっとそれは強いな。マジでなんか、それこれ殺せないよね俺、まさか、あぶねえ、よかった、セーフ。一応殺されはせんってことな、とりあえずもうエネコン使って25で、あ分かった、ロットを墓地に送りたいっていう、それね、それな、それはある。よみがえる、よみがえらしとこう、よみがえる、よみがえらしといて、
で、まあ、とりあえずナビゲートは1枚あると。マジシャンズナビゲート、なるほど、はあ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 、このタイミングで撃つんだ。よみがえるにさ撃ってくんのかな、もしかして。もしやの、それはちょっとめんどくさいけどね。よみがえる特殊召喚は、よみ特殊召喚は、あ、え、どっち。でもネオスだよね、普通に考えたら。普通に考えたらネオスだよな。これは突破できんだろ、ブラックマジシャン。そんな簡単にはナイフ1枚では突破できんし。あ、そっちなんだ。あー、イリュージョン、なるほど。ちょっと分からせちゃいそう。ちょっとね、絶望を分からせちゃいそう。分からせちゃいそう。超気持ちいい、超気持ちいい。きた、出ました、北島康介状態。何も言えねえ、超気持ちいい、何も言えねえ。強、強すぎでしょこれ。超気持ちいいよこれ。これは何も言えんわ。北島康介もびっくり。悪い子はいねえが、悪い子はいねえが。ちょっとあの生ハゲってどこでしたっけ、秋田県でしたっけ。ちょっと何県のやつか分かんないですけど、生ハゲの見た目めっちゃ怖いですよね。あの砂人の悪霊ってちょっと生ハゲ感ありません？結構ね、生ハゲ感があるんですよね、あのこのね、このモンスターは。なんかあれですね、なんか強そうなトラップが伏せてありそうですね。まあ多分正眼なんですけども、とりあえずネオスフュージョン打ちましょうか。ネオスフュージョン打って蘇るだけ、蘇らしく打って説ありますね、これね。蘇らしといて、で、そうだな、まあ、太鼓でも別に殴っていいんじゃね、これ。殴ってもいいや、別に。ブルーアイズ出させるくらいは別にいいや。いいよ、殴ってあげる。あ、エネコン、なるほど。あ、リリースか。なるほど。まあいいや、それは全然いいや。はいはいはい、あ、そっちだ、あ、なるほど。横向かせるパターン、横向かせるパターン。太鼓じゃないのかな、太鼓だったらあれリリースしてるよな。リリースしてネオス奪うが定石だよな。青き目の乙女、あ、太鼓じゃないの、あのモンスター。ちょ、分からん。あ、今来たか。よみがえるはよみがえらせとくか、よみがえらしといって、あれなんだ、あのモンスター太鼓じゃないのか。さてはブラフか、ブラフやな、ブラフ、ブラフか。ちょ、分からんぞ、なんだこのプレイングは。なんだ、太鼓なんかい。なんでエレコン使ったんだよ、どういう状態これ。マジ分からん、ちょ、分からん、マジ分からん、どういうプレイングこれ。やべ、ちょっと完全にミスった。なんだ今の、エレコンしろよ、どういうことだ、分からんぞ。とりあえず急進化されるわ。ちょ、なんだあのエレコン、マジ分かんねえけど、まあいいや。これは、まあ、別に、オルタラ連打されても多分バーチュラいるか知らないし、なんか全部展開させきってから殺人したいよね、できれば。オッケー、もうゴリゴリ動いて、ゴリゴリ動こう。カイマいいよ、カイマくんめちゃめちゃ動こう、いいよ。で、まあ、そっちなんだ、オッケー。ネオスフュージョンの体勢で耐えて、で急シンクロして、スピリット出して、あ、ドラッグオンでもいいよ、ドラッグオンでもいい、ドラッグオン出して、で太鼓で、オルタラ回収からオルタラで出して、もう一回破壊しに行こう。そこまでは見えた。スピリットオッケー、オッケー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 、全然オッケー。スピリット強いな。でもちょっと蘇るがワンチャン、蘇ってこれない説ってあるんだけど、あー、オッケー。で回収はオルタラでしょ、あー、オッケーオッケーオッケー。もう一回出てくるんじゃねえかなって気がするね。多分伏せてないから、トラップカード1枚ぐらいブルーアイズはあるんだよ、手札に、おそらく。はいはいはい、読んでいた。オッケー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 。で、そいつは殴れない。そいつは殴れない。で、破壊効果使ってどれでもいいけど、まあ、どれか破壊していく。まあ、ネオスかな。ネオスは殴れるって考えれば、まあ、クリボーなかもしれないから、ネオスか、でも。あー、オッケーオッケーオッケー。オッケー。全然いいよ。全然いい。で、そいつは殴れない。そいつは殴れない。で、一体、まあ、一体残るね。一
体は残る、一体は残る。転生、転生、あーなるほど、はい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 、召喚源使ってねえかまだ。あー強え、やばい、全処理だ。あーこれアドバンス召喚素材が残んないか。あー強いなちょっとちょっとやばいか、待ってくれ。で蘇れば多分スピリットで止められる。あーんとしゃあないか。じゃあネオスか、ネオスか、ネオスするしかないか。じゃあネオスだ、ネオスを下敷きだ、ネオス下敷き、生ハゲだ。来た来た来た、わかったわかったわかった。でオッケー、ここは直接攻撃宣言時アーティファクトバジャーの効果を発動。さあアーティファクトバジャーが特殊召喚されていくぜ。さあこいつを戦闘破壊されると脱法インチが、脱法インチが発動するぜ。さあ来い、よーし、脱法インチ発動。よし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 、いいぞ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 。あとはまあ多分蘇るはさすがに止めてくるんじゃねえかなと思うので、あーなるほどね、蘇るはさすがに止めるはず、さすがに、さすがにね。であとは銀龍になられるとマジやばいんですよ。銀龍に なられるとマジでやばいんで、えバレないよねこれまさか。でこれは特殊召喚の無効にしていく。でネオスフュージョン打つ、ネオスフュージョン打って打っていやバレるな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 。これもなんかちょっと諦めた風の、諦めた風の顔して、これ守備表示だな、諦めた風の顔をして守備表示。えバレないよねこれ、バレないよね、これバレなくねこれ。こうだよ、変身しないでしょまだ、まだ変身しないでしょ。頼む通れ、よっしゃ、おらーボケがーくたばれくたばりやがれ。悪い子はいねえか、悪い子はいねえか悪い子はいねえか、もう間に合わねえよ、もう間に合わねえよ、もう間に合わねえよ。そういった特殊とかしても、ほらドッカーンドラッグマブレいいだろ、そんが許してやるぜ。太鼓かいいだろ、そんが許してやるぜ。ダイレクトアタックはもらってもらおうか。よし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 、ターンも終了するぜ。ちょっとでもあとはこっちセットで耐えてくんだよな。セットモンスターマジどうにもできんのよね、このデッキ。セットモンスターどうにもできんっていう、なんかほんとうんこみたいな問題があって、ちょそれがなんとか、どうしようかなといったところで、モンスターセット、モンスターカードセット、あーやべえ、でもこれなんだかんだやべえ。コズミックサイクロン強い、あやべえ、ドローフェイズに打ってもらった、ちょっとまあ、いいや、ドローフェイズに打ってって話ができてきたけど、ドローフェイズに打ってって話ができてきた。これスタンバイに打っちゃうとね、よみがえる、よみがえないんですよね。あのこのスタンバイフェイズに魔法トラップがあるっていう扱いになっちゃって、これだからね、あのボタンオンにしとくのを忘れないようにしなきゃいけないね、このデッキは。狡猾、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 あれこれいけんじゃねこれ、あれなんかなんかいける、あなんかいけるあこれ蘇生すればいいんだ、グローアップバルブ蘇生、はいはいはい、でシンクロ、あこれ勝ったなんか死んねえけど勝った。さあお相手の方、ゲスだけゲスコじゃねえか、てめえ、デュエルスタンバイ、デュエルスタンバイ珍しいスキルを、また珍しいスキル掘ってきたなお前。モンスターセット、はあモンスターカードセット、セット、わからん、ちょっとなんか不気味なんだよな、何も光んねえし、怖ー、なんだこれ。ネオスフュージョンぶち込んでいこう、一発ネオスフュージョンはぶち込んでいこう。でネオスとよみがえるしてこうか。でここは光んで、なんだこれ怖ー、何このデッキ、なんだこのデッキ怖、これ何これ、あ蘇
そういうやつ。なるほど、そういうやつか。めんどくさそう、めんどくさそう、めちゃめちゃめんどくさそうな気がする。え、なんもないか。なんもない。ターン終了は、ターン終了は、いや、なんかある。蘇生だった、絶対これ。蘇生だ。うわ、誰誰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 強すぎなんだよ。どんだけ手が決まってんだよ。強い、あー強い。強すぎだろ。ざけんなよこいつ、ざけんなよこいつ。強すぎだろ。カイストロイド召喚ってどういうことだよ、どういうことだよてめえ。あ、お何全力で煽ってきてんだよてめえ。クリボール。こんな悲しいクリボールある。